敵の兵器は随分減りました。この調子で全部壊してしまいましょう。残る敵兵器はあと1台。もう一押しです。これ以上トラ戦車を失えば戦況に影響が出る。深刻な状況に陥る前に撤退せよ。今はこの旅を噛み締めましょう。抜かせはせぬぞ。
切れなかったよ。敵将撃ち取りましたわ。この喜びをかみしめましょう。この畑は俺たちの汗の結晶だ。許さねえ。行きますわ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。行きますわ。やりましたね。
敵の畑はもう見る影もありませんよ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。今はこの喜びをかみしめましょう。いつもながらお見事な武勇、策の出番もありませんな。俺たちの畑がダメになっちまった。この先どうやって兵糧を賄うんだよ。撃たれれば士気が混乱する。何があろうと倒れるわけにはいかない。引いては軍の統制が。少々申し訳ございません。修練を積み再戦を期す。敵将討ち取りましたわ。今はこの喜びをかみしめましょう。トラ戦車が相手となりましょう。トラ戦車の数は少々心もとないですが、孔明様のため死力を尽くします。
ますわ。一度下がり、体勢を立て直します。敵将、討ち取りましたわ。今はこの喜びをかみしめましょう。守りきることはできません。皆さん、速やかに撤退してください。月影軍団、撤退する模様。追撃するか否か、ご判断を願います。追跡しない旨、承知しました。では、部隊を五条原に向けて進軍させます。師匠、手を抜いてはダメよ。しっかり働きなさいね。はいはい、分かってますって。地球への戦を台無しにはしませんよ。はっ、えい、やっ、はっ、はっ、いきますわ。やっ、はっ、はっ、えい。策
が破られた上に敵の増援とは、この状況よろしくありませんね。仕方ありません。反転し正攻法にて敵を打ち破ります。はっ、たぶん、よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。いきますわ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。ああ、もはや万策尽きました。孔明様、申し訳ありません。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。こんなもんだな。役目は十分果たせたろうさ。月すみません、あなたにまで辛い思いをさせましたね。うまくいったようです。困難ではありませんわ。よくできたわね。私も誇らしいわ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。皆の活躍に期待しているぞ。いざ、彼の地に向かって進め。敵の要所を出す。皆、続け。私たちの手で部下を攻略する。みんな、帽子を燃やすのだ。ここを守るのは私の役目。誰が来ようと帽子はしない。狙いは定まった。敵の足場を崩し、戦意を損。武漢の防備がこれほど堅固とは。悲しい。ここを引くしかない。よし、武漢を守り抜いたぞ。この戦、諸葛亮殿の思い通りにはさせぬ。行きますわ。今はこの喜びをかみしめましょう。私では到底及ばぬお働きです。皆の活躍に期待しているぞ。いざ、彼の地に向かって進め。行くぞ。今こそ敵の要所。叩く。あの要所を抑えた方が勝ちそうだ。有効性。行きますわ。じゃあ、とりあえず、また
たは真の三国武将。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。信じらんない。ごめん、観察を。サンドを奪われるとは悔しいな。引くしかない。行きますわ。五条原に展開する職軍もい。速道を抜けて北進せよ。武漢の守りは固められたようだな。よし、我らは山道から五条原へ向かうぞ。今はこの喜びをかみしめましょう。この岩、押したら動きそうですよね。ここからだと山麓の砦まで転がりそうです。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。敵もお腹が空けば力が出ないはずだよね。この食料は私たちがもらいます。おいおいおい、簡単に兵糧を渡すと思うのか。輸送部隊は俺が守る。なるいきますわ。いきますわ。ダメだな。もっと筋肉をつけないと。今はこの喜びをかみしめましょう。この戦一気に決めてみせる。うわっ、奇襲だと。くそ、ここで負けるわけにはいかん。
夫ですね。行きますわ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。行きますわ。今はこの喜びをかみしめましょう。奇襲など通用すると思うな。諸葛亮、貴様の智謀はその程度か。席を抜かれ、後ろを取られては話にならん。我らは武漢の防衛へ向かうぞ。潰しちまうか。お前らついてこい。無事のようだな。よし、では柵の敷設を続けよう。今はこの喜びをかみしめましょう。さすがの腕前です。白眉様、北限の防護柵が無事完成いたしました。おお、ついに。これで西からの敵は防げよう。
我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。さすがは君だ。ここまで攻め込んできました。ですが、ここで引くわけにはいきません。我らの死力を尽くし打ち果たしましょう。もう二度と遅れは取りません。いざこの月へと再戦を願います。進め進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。敵を引き散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。練り直した。敵将討ち取りましたわ。よくできたわね。私も誇らしいわ。進め進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。行きますわ。はっ、えい、行きますわ。目障りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。今こそ敵の要所を叩く。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。笑顔で参りましょう。行きますよ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。ついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。よくできたわね。私も誇らしいわ。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。
行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。ここは一度引きましょう。姫、この一度は私にとって最後。思い知ったか諸葛亮、この決戦我らの勝利だ。敵の痛いところをついておるか。狙うはあの地だ。行くぞ。芝居殿、諸国軍が一斉に退却を始めました。そうか、ついに諸葛亮が言ったか。翔、追撃できるか。いや、それが少し面倒くさいことになってます。交代する諸軍の隊列は全く乱れてませんし、奴らの退却路にはいくつも罠が仕掛けられてます。下手に追えばこっちに大きな被害が出そうです。それも諸葛亮の仕業よ。奴は攻勢の中、退路にも策を講じていたのだ。まさに天下の奇才。もう奴ほどの敵と出会うこともないだろう。父上、これで当面は食も語も動けまい。これから先は内なる敵、葬儀を蝕む輩と対していかねばな。神剣英は諸葛亮の最後の挑発を見抜いた。彼女の助言により魏軍は五条原の戦いに勝利する。戦後神剣英は父神秘と共に都に戻った。蜀との決戦には勝利したが、まだ乱世の闇は深い。そう思っていた矢先、ずっと共にいた父が倒れてしまう。光がまた一つ消えようとしていた。父上、ご所望の諸問題の書物お持ちしましたわ。父上、まさか父上、父上取り乱すでない剣英よ。気持ちよく御水をむさぼっていたというのに、お前のいつものあれで現実に呼び戻されたわそれはようございました。しかしの、このところの情勢を鑑みるに、義と我が一族の行く末は暗い。それを考え始めると、このままぽっこり行きたくなるわ。まあ、父上でも弱気なことをおっしゃるのですね。ご安心くださいませ。どんなに闇が深かろうとも、いつだってそこには光がありますわ。皆で探せばいいのです、その希望を。ああ、頼んだぞ。